カを作ります。ミサンガとは自分で作ったケイトやディアンのブレスレットです。腕にはめたまんまで切れると願いが叶うと言われています。ハサミで切っても願いは叶いませんが、何回も使って切れると願いが叶うと言われています。ミサンガの作り方を説明します。まず好きな色を2色選びます。選んだらまず自分の腕にはまるぐらいの毛糸の長さで切ります。これは2回折り返すから短すぎてもいけません。ハサミで自分の腕にはまるところを切ります。もう一つの色も同じようにやります。こうしたら角を合わせて半分に折ります。こうしたら上の方だけ小さく結びます。こうしたらここをテープで止めるか押さえるかしてください。そのまんまでも大丈夫です。まず自分の好きな色どっちかを選んで取ります。あとのは伸ばしておいてください。じゃあ始まります。自分の選んだ色を4にします。4のここの穴のいっぱいあるところの下をこうします。クロスしたら上に持ち上げて、キュッて、これを5回から10回繰り返してください。2 3、これで5回のやつが完成です。10回のやつはこれをこの 四角形に編むやつを10回繰り返してください。次にこの編んだやつは置いておいて、次にこのもう一つの色を使います。これもまた同じ風に4にして、4にして、でまた編みます。1回目、2回目、3回目。5回目。これで5回編めました。次、さっき使ったこの短い毛糸じゃなくて、次は長い方のもう一つの色でやりましょう。4にして、ここの穴から通して毛糸を持って上に上げます。1回
回。次もまたもう一つの色は長い方でやります。1回。声に出して数字を数えると間違えなくていいかもしれません。2回。3回。4回。5回。こうしたらどれも同じ長さになります。どれも同じ長さの時はどれでやってもいいです。1回。2回。3回。4回。5回。これでも次の色にするときはまだ長さが同じだからどちらを使ってもいいです。1回。2回。3回。4回。5回。こうすると次は長さがあるから今度はもう一つの毛糸の色の長い方で4にして下の穴から通して編みましょう。1、2、3、4、5回。こうしたらもう一度長い方の水色で4にして下から通します。1、2、3、4、5。もう一度同じ長さなのでどれでやってもいいです。こっからは短くなりすぎてもいけないから3回でやりましょう。2回。3回。でもう一つの色のどっちでもいいからこういう短いのは2回から3回やってください。
き。こうしたらこっちの長い方の色で、ここまで毛糸が短くなったら2回編んでください。これでミサンガの完成です。長かった人はここにこうやって穴ぼこを作ると少し短くなっていいかもしれません。短い人はこうすると少しだけ長くなるので、ちょっと伸ばしてみてください。こっちの余ったところの少し長いところはちょっと切り落とします。こうしたらミサンガの完成です。巻き方は腕にこうやって、そのままはまる人はこうここを結んではめてください。はまらない人はここの小さい穴に通します。ここに通したら一回ここの通した毛糸を巻いてはまります。これでミサンガの完成です。